どうもタブヤンです。ドラゴンボール3悟空伝続きやっていきたいと思います。マッスルタワーでブヨンと対戦。カードがやばいな。これケリーいくか。1枚勝負互角。やべえ、カード弱い。1枚勝負。よし、いけ悟空。ブヨン、あれダメージ与えれるの？ブヨン如意棒でないと倒せないとかじゃないのかな。カード2枚の勝負。もうこれ11でいくか。相手が7だったら、うわダメだ。雷攻撃、なんだそれ。ノーダメージ。よし、相手7来い。あー6か。ディフェンス、よし。さあ強いカード来い。きたー、カード2枚の勝負やってやろうじゃないか。これ来るんじゃない。これどうだ、必殺技来たね。やっと必殺技何があるかお見せしできます。多重残像剣、曲がるカメハメハ、曲がるカメハメハでいこうか。曲がるカメハメハ、どうだ、吸収するのかな。ブヨン、どうだ、倒、ブヨン40ダメージ。よし、うそ、ブヨンのやばい、守備が1だ。悟空3のダメージ。あ、大したことね。ブヨンいける。カードね、そうだね、これこのまままだ戦い続くでしょ。なのであえてね、3枚勝負にして3枚目勝負だ。で守備力高いのでやって、最後にこの如意棒で倒す。お、ラッキー、2でも勝てた。おお、23のダメージ。あ、倒した。悟空最大レベルなんだよね今ね、レベル12で。さあブヨン倒してどうなる。これタワーの5階、調べる部屋、調べる壁、話すはっちゃん、孫悟空やったな。これ如意棒かな、如意棒使う。はっちゃんどうすりゃいい。これえ、移動6階。あ、ジャンプで6階へ。オッケー、ブルー、さあブルーと勝負。うわー、カードが弱い、きついねこれ。やるしかないな。いけ、あ、互角。あー、やばい。カード何枚勝負。うーん、1枚1枚でいくしかないかね。え、ここは2枚勝負で、1個は防御力高いのがあるから2枚目勝負だ。いけ、悟空の大猿攻撃。ブルー将軍にファーストダメージ。さあ2枚目勝負、きたー、パンチキック連続攻撃。15、いまいちだ。あ、いいカード来ましたよ。カード1枚勝負。あー、どうしようかな。1枚勝負負ける気がするけど、拳でいこうか。よし、いけ、よしよしよし。地味にダメージ与えてる。カード4枚の勝負。うそー、これ目いっぱいいくしかないか。でも最初はね、1でいこうかな。11 で相手7のカードを出してくるんじゃない。そこで一気にね。どうだ、ほら来た、悟空の攻撃、狙い通り。7のカード持ってきた相手は。よし、でここで勝つ。よし、
悟空ずっと攻撃してる。このまま押し切りたい。地味にダメージ、おお、やりました。ブルー将軍見せ話。カードバトルの妙をつきましたね。はい、どんな問題。僕は奪われたドラゴンボールを取り戻しました。部屋の中に入り口とは別の扉があります。はっちゃん、孫悟空すごい。調べる扉、その扉を開けると、あ、ウパだ。少年ウパ、ありがとうございます。僕は聖地カリンに住んでいるウパというものです。これでカリンへ戻ることができます。やったぜはっちゃん、やったぜ。これでもう食べ物食べとこうかな。生命力回復で外に出るか。やった、全体マップを確認しておこう。あ、なんだこりゃ、カリン島に向かう感じなのかな。ん、なんか違うぞ。え、あ、今真ん中にいるのかな。じゃあ西側がカリン島かな。セーブしておこう。ということで西のカリン島に向かいましょう。カリン島に着きました。あ、ウパ戻ってる。本当にありがとう。ほら、息子を助けてくれてありがとう。ほら、レッドリボンのやつをやっつけるついでに助けただけだよ。本当にありがとう。あの天まで向かってそびえ立つ聖なる塔はカリン塔と呼ばれている。この塔を自らの力で登り詰めると、その頂には仙人様が住んでいて、その方よりいただいた聖水を飲めば己の力が何倍にもなると言われている。おお、なるほど。移動、塔に登るか。よし、頑張るぞ。あ、何これ、カリン塔まで登るやつ。はてな、1コマ進む。3、え、何これ、1コマ進む。1、2、3、4、5、6、1コマ進む。これもういけちゃうんじゃない。1、2、3、4、5、6、7、よし、頂上着きました。ここはカリン島のてっぺんです。よくここまで登ってこれたの。仙人様はどこにいるんだ。わしじゃ。なあ、ここに力が何倍にもなる不思議な水があるんだろ。それを飲みに来たんだ。調整水じゃな。わしの邪魔を逃れ、この調整水の壺を取ることができたなら、いくらでも飲んでよいぞ。こうして悟空のカリン様による修行が始まりました。わしよりも大きい感じのカードを出すんじゃ。5回勝負で3回勝てば合格じゃ。セーブしておこう。カリン様の5回勝負で3回勝つ。はーい、どうじゃ。うわー、もう負けじゃん。何これ。感じでしょ、もう負けじゃん。1回目、あ、勝てた。あー、これ2回目の勝負か。感じだよね。これで1勝1敗。カード、補充されるカードが同じでもいいんだよね。あ、同じはダメか。6、うわー、7使う。もうでも追い込まれても2敗してるから、もう後ないんだよね。うわー、きついなこれ。あ、もうダメだ、敗北。あれ、3回負けたけど、もうまだ続けんの。どういうことだろう。もう無理ですけど。カリン島を降りてやり直し。カリン島を降ろされました。
あーこれでもこのかりんとう登る時に漢字の多いやつを集めておけばいいんだよね。あれカード補充されない、何これ。え、あーかりんとうから落ちた。うそー、難しいね。カードの補充ができないって難しいね。しかも漢字が弱いと良くないよなこれ。どっちにしろこれでもこのカードは全部使い切って、漢字の弱いカードは使い切って、あーこれ7だけ残ると。でここでおお74766、いい感じですね。さあ2回目の、あれこの下りまたやるの2回目。さあ漢字ね、5回勝負で3回勝てば合格。おおこれいいね、4だね。よし最初のうちに勝ちたいねこれ。6、7出すしかないんだね。7、次は4、じゃあ5だね。よし、さあこれでもう勝ちたいね。7、6が3枚ある。よしいける。最後はどうだ、1、6、やったー、もう終わり。あれもう勝ちだと思うんだけどまだやりますか。7、え、これ7は1で勝てるのかな。おお7は1で勝てるんだ。そして3、7、おお4連勝、もう終わりでいいでしょうよ。3、相手が7の時1出せばいいんだね。あーこれ6は負けか、6は7でないと勝てないんだよね。ダメだこりゃ。クリアだ。とうとう悟空はかりん様から調整水を奪い取ることに成功しました。やったー、もちろんじゃ飲むがよい。別にどうってことねえような気がするぞ。そりゃそうじゃろ、調整水はなんてことないただの水じゃ。しかしお主の力はもうすでに何倍にもなっておる。その通り、悟空のレベルはかなりアップした。え、レベルアップしてないけど。かりん様、俺食うがよい。カリン様は先祖をくれました。調べるカリン塔、ものすごく高い塔です。調整水もう空っぽです。カリン様別の壺を持っています。え、さあ下界に降りて修行の成果を試してこい。匂い棒を使えばいいのかな。匂い棒使えない。行ってきます。さあ全体マップ見てみよう。レッドリボン軍南にいるのかな。カードドラゴンレーダー使って、ほい、ここでは使えません。じゃあ小ガメラ使います。一気に南に行くぜ小ガメラ。あ、体力減ってる、だいぶ。しまった、あ入る前に体力回復したい。レッドリボン軍の本部、タオパイパイ、アローハー、世界一の殺し屋タオパイパイ、レッドリボン軍に依頼されてと言えばわかるだろう。始末してやる。ちょっとセレクトでカード使いたい。アイテムカード、え、亀の甲羅、ネズミ。あ、ブルー将軍はネズミが嫌いだで、ブルー将軍の時ネズミ使ってないなんだよ。え、お助けカード、あー神様とかあるけどな。
いやもったいないよね。っていうかここ来る前にアイテム使っとかないといけないんだ。リセットしまった、セーブしてなかったわ参ったな。行けるとこまで行ってみるか。なんか使おうか。お助けカード、神様使うのもったいない気がするんだよね。技の威力がアップか。必殺技あったらな、カードの防御値が7になる。ちょっとブルマ使うか。ブルマもう1枚しかないから。あ、ないね。これでいこう。行こう。勝負だ、タオバイバイ。7しか与えられない。いけー悟空、体当たりだ。タオパイパイ守備力1だからチャンスでしたね。21ダメージ。あー敵の攻撃か。でもこっちももう守備力6だから大丈夫でしょう。悟空、あ結構ダメージ受ける。最後、あー来たー、持ってるねー。相手が星7の時に悟空1。あー必殺技カード出ないな、来ないな。どの順番でいこうかな、まあ、相手が強いカードを出しそうな最初のとこで守備力6、7で守備力5で、あえて守備ね重視、最後に拳で殴り倒す。全然違う、思ってたのと違うカードだった。よし、必殺技出さずに地味に倒すかタオパイパイ、如意棒あれば倒せると思うんだよね、タオパイパイは。おオッケー、相手の必殺技を崩したぞ。タオパイパイ必殺技ドドンパだったっけ。出させませんよ簡単に。うわー全然だねカードが。ここは我慢の3枚かな。守備力高い3枚で守り切ろう。次いいカードが来るのも我慢だ。守備力7でノーダメージ。あー結構ダメージ受けるね。耐えろ悟空、頑張れ、タフネスぶりを発揮しろ。お珍しくこっちから攻撃、いけい。おーいいね、結構強いカード来たけどどうしよっかな。ここでお助けカードガッチャン使いましょうか。ガッチャン、ガッチャン面白いな全部守備力最強になるんだ。ガッチャンなかなかいいね。ガッチャン、ガッチャンの守備力もらってるから。おお倒しました、地味如意棒も必殺技もねえ何もなしの地味な戦いでごめんなさい。レッドリボン軍の本部、周り建物、調べる、使う、食べ物食べとこう、使う食べ物、まだ誰が出てくるか分かんないもんね。食べ物食べまくれ、 OK、 まだある食べ物、あまだある OK、 まだある、結構溜まってたね。最大7枚持てるんだったかな。移動は建物かな。おお来たレッドリボング総帥か、これなんということだ。たった一人のガキに、お前が親分か、ドラゴンボールを渡せ。どうやら我々はこの小僧の想像をはるかに超えたパワーに気づくのが遅かったようですな。ブラック、ピッコロ様が恐れていたことが現実となってきてしまったのです。何をグズグズしている。ブラック、このガキを血祭りにしてしまえ。オッケー、
セーブしておこう。あれ、ブラック補佐はポイポイカプセルでバトルジャケットを出し、それに乗り込んだ。さすがのお前もこのバトルジャケットにはかなうまい。バトルジャケットカード4枚。でもこっちはガッチャンの守備が残ってますからね。どうしよう、必殺技使いたいな。最後に必殺技で決めますか。いけ、にょいぼー。タオパイパイより強いってことはないんじゃないのこれ。と攻撃してきた。でもこっちにはガッチャン守備力がある。ノーダメージ、よし。さあ次必殺技決めたいな。どうだ、次の攻撃星3だからきついか。あーダメだ、でもガッチャン守備力だ。必殺技に変えるカードとか欲しいな。あ、必殺技ないけどカード4枚勝負 OK。 うーん、どうしようかな。強い、星が強いカードばっかりでいくか。勝負だ、この4枚で決めちまえ。普通に強いわ。よし、キックパンチ。あ、弱い。やっぱりタオパイパイの方が強かったね。え、この後どうなるんだ。総裁どこ行った。あれ、レッド総帥はバトルジャケットの残骸の下敷きになってしまいました。あ、もうやられちゃったの。レッド総帥戦えないもんね。調べる床、調べるジャケット。あ、残骸の下敷きになったレッド総帥がドラゴンボールを持っていました。取る、ドラゴンボール一心中手に入れました。これで終わりかな。ノーダメージでしたね。使わなくていいか。移動かな。おい、あれおかしいな、残りのドラゴンボールは3個のはずなのにレーダーには2個しか映らねえ。亀仙人のじいちゃんにでも相談してみっか。さあ、またマップが変わったのかな。うわー、広くなってる。亀仙人、あ、元のマップだねこれね。亀仙人のじいちゃんは東の真ん中のとこかな。はーい、ということで次回亀仙人のじいちゃんのとこに戻りたいと思います。それではまた、さよならー。